親番は佐々木久と、現在は3万飛び600点トップ。その後2番手が山井博士、さらには井出康平3番手で、現在ラス目が滝沢和則です。ドラはリャンピン、さあ山井はドラドラ。こちらは井出の手配です。久とね、あのマンズの一通とか守護郎なども見えてきたいんですけど、ドラリャンピンだとちょっと難しいかな。もう久とはもうイーシャンテンですね。地風のトーンはどうしますか。泣かないでしょう。そうですか、うん、昔から泣いたかもしれないけど、もう今これリーチ、あでもリーチしたい、昔からリーチしたい人だから。そうですよ、イーシャンテンは泣かないですね。あ、そっか、はい。そういったあの雀士の持ち味という意味では、村上プロなんかは、はい、もうちょっとこう泣いてみようかなっていうのはもうさらさら思わないわけですか。うーん、なんか泣いた方が勝てると思えば泣くんですけど、はい、やっぱりね、今のところこの泣かないスタイルで結果が出てるので。確かにね。そうなんですよ。であのデータ見てもやっぱり僕一番泣いてないんですよ。そうですね、一番泣いてなくて放銃する確率も一番低いんです。お、これリーチですね。なるほど、あリーチですね。換算ピン、絶対換算ピンね。なんでこの数字がちょっと変わってきたらもうちょっと泣かなきゃダメかなとか思うんでしょうけど、現状はまあ、まあ変な話うまくいってるんで。そりゃそうですよ。そうですね、はい、うまくいってる時にフォーム変えたりしたらだって元も子もないですもんねと思いますね、はい、多分対戦相手とのジャンプとも噛み合ってると思うんですよね。それはあります、ね、割とすごい、かなり遠いところからでも仕掛けてる打ち手が例えば2人3人入ると、はい、やっぱかなり変わるんじゃないかなっていう。あ、そうか。そういう人苦手ですか、村上プロ。あんまりやったことがないのでわからないですけど、例えばですけど、やっぱりあのそのプロ同士の対局と一般の方との対局では、うん、やっぱりあの仕掛け出すタイミングとか全然一般の方の方が早いとは思うんですよ。そうでしょ、全体的に、はい、その時にまあスピードを合わせに行くかどうかは現状は合わせに行ってないですけど、そういう、しかもそれでなおかつ今ネットとかではね、やたら泣くのにすごく強い人って増えてるわけですよ。そうですよ。そういう人たち相手に同じスタイルでやってみたいですけどね、逆に、うんうん、さあどうするか。これはドラドラですからね、来ますね絶対に、うん、さらっと来ましたね。結構みんな手配があんま崩れてないんですよね、久々のリーチに対して、はい、まあ、イデオチューンの取り手として回りましたが、パーマンギリ1だから9万ちょっと嫌がってますね。9万が嫌だったらローピンしか蹴らないですかね。まあ数万も現物なんですね、うん、強くいくなら9万、うん、なるほど、保留しました、ね、まあ、ちょっとまだね、はい、病が次どこまで、これ結構どこまでも行くんじゃないですかね。どこまでも行っちゃいますかね。スピーソースチアンがね、うん、そんなに薄くならない限り多分押すと思いますね、うん、実際も換算ピン結構山にいたんじゃないですか。まだいるのか、山に3枚ですよね。カンちゃんが3枚いるなんてなかなかないですよね、うん、そうですよね、はいはい、チャンスです。久とおっとカンちゃん持ってきた。これは滝沢、カン3ピン、オナテンですね。いやー3ピン対決になった。さあ山井がどうしますかね。うーん、まあね、無筋をペロッて切る山井さんが見たいですね、うん、何事もなかったように。ローピンが3枚見え、うーん、ちょっとでも切るんじゃないですかね。パーピンから2件リーチにイーソー打ったぐらいですからね、パーピンも行くんじゃないかと思うんですけど、下戸には通りそうなんですよね、ちょっとだけチップイン先なんで。他にピンズの上の方は大丈夫と見るのか。いや、ここは引きましたか。イーソー切りです。この数局いけてない感じがあるんですかね、自分。ああ、なるほどね。実際全然手進んでなかったですよね。そうか。三ピンまだ山下ですね。そうですね。これは決着がつきそうだ。他にも流れていません。滝沢、スーソー。だからこれもうしつこいですけど、この
追いつくところまでは技術で、あと3ピンがどっちに引くかはこれはもう本当にその男子の実力ではないと僕は思ってるんですね。ええ、ここで久藤が引いたらさすが久藤とかなるのと、だから滝沢が引いたらさすが滝沢っていうのと、なんかどっちもなんか変なさすがではなくて、さすがではないわ、さすがではないというか、うん、むしろどっちに行ったのはもうたまたまですよと。そう、この画面はそうです。この局面に関してはもう、はい、あとはだから今までの打ち方とかも特に関係なくどっちかに3ピンが行くと、はい、僕は思っとるということですね。さすが山はランダムっていう、まあ、そういうことですね。だから変な話、こういう時は滝沢が3ピン引いてくれた方が僕としてはこの僕の説がちょっとずつこう浸透しやすいんですよ。これでやっぱね、あ、そっか、あの流れ的には景色は悪いですからね。そうですね、スタートのはずなんですよ、うん、点数あるし滝沢の方がラス目ですからね、うん。村上プロの説はもう浸透してるから大丈夫ですよ。しかし2人とも引かないですね。引かないですね。それもあると。もちろんもちろん。やばいな、深いです。深いですね。まだどこにも来てないですよ、ね。ここに来た。まず1枚。この後から続々と顔を出すのか。3ピン16、7枚の中に2枚3ピンがいた。来ましたね、村上説。説ってわけじゃないですね。さあでもこれで滝沢も2万点台に復帰したんで、そうですね、はい、面白いオーラスですよこれ。逆に佐々木久とは親かぶりになった。